どうも皆さん、こんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回もやっていきましょう。2023年総集編第3弾、買ってよかった最高のウイスキー30選ファイナルということでお届けしていきたいと思います。さて、ここからは後編をお届けしていきましょう。前編中編につきましては概要欄コメント欄に貼ってありますので、こちらの動画をご覧いただいた後、ぜひ両方ご覧ください。今回は至高のボトラー PB 編ということで、前編中編と比べますとなかなかマニアックな内容チョイスとなりますけれども、個人的に買ってよかったウイスキーたちということですので、思いっきり個人的な趣味偏愛マシマシでお届けさせていただきます。かなりこってり濃厚な味わいとなっておりますので、ウイスキーまったり飲みながらお付き合いください。特にボトラーとか PB 系紹介しますと、いやー高いし分かんないからいいやってすぐ敬遠されてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、本当にね、私が選んだこの珠玉の素晴らしいウイスキーたちでございますので、じゃあバーで見かけたら飲んでみようかなとか、イベントで見かけたら飲みたいなといったですね、そういった飲みたいリストに加えていただきますととっても嬉しいです。完全個人の趣味偏愛独断と偏見と経験と妄想マシマシで今回の動画をお届けしていきましょう。それでは2023年総集編第3弾、買ってよかったウイスキー後編やっていきましょう。さて、後編は11本ということで、こってりたっぷりボリューミーな動画をお届けしていきます。まず20本目はこちら、シングルモルトスコッチウイスキーのグレンマレー2007年ヴィンテージ、河野さんと品野さんのプライベートボトルでございます。これはね、もう去年飲んだグレンマレーの中でもトップクラスで好きな1本でしたね。グレンマレーに関しては今までも私の動画で2007年のヴィンテージがすごくいいもの揃ってますよということで、おすすめを数々紹介してまいりました。その中でも特に徳島にあるこのバー河野さんのプライベートボトルが光り輝いていましたので、こちらを紹介していきましょう。ということで、今回のグレンマレーに関しては優等生なバランスと、そして麦の甘み、レモンやバニラといった優しくも芯のある麦の甘さが際立っていて美味しかったです。グレンマレー自体ってオフィシャルのボトルは割とさっぱりとしたすっきりとした味わいのものが多くて、いまいちこうピンとね、グレンマレーのキャラクターがつかみにくいものもあったりするんですけれども、ものによってはですね、この麦の甘みがしっかり芯にありつつ、フルーティーさが綺麗に両立するものもありまして、特にこの2007年ヴィンテージのボトルはまさにその美味しさが詰まっておりました。この河野さんのグレーマレーはね、もうバーでいただいて速攻ポチっちゃった一本ですので、ぜひ試してみてほしいです。さて、続いて21本目こちらでございます。またまた来ました、シングルモルトスコッチウイスキーグレンマレーで、今回も2007年ヴィンテージのボトルです。そしてボトラーはトンプソンブラザーズ社から出た、これ15年熟成なんですけど、かなりねいいグレンマレーでしたね。先ほどの河野さんのボトルが広い方におすすめしやすいグレンマレーだとすると、完全に好みにもう刺さり、さらに刺さり散らかしたのがこちらのトンプソンのグレンマレーでございました。正直ね、先ほどの河野さんとボトル両方とも素晴らしかったんで、ぜひとも見かけたら飲んでほしいです。特徴としては河野さんの麦感よりももう少し透明感と柔らかさがあって、ジューシーでしっとりとしたレモンケーキと、しっとりとした透明感のあるフルーティーな香り立ちってイメージでした。もうね、液体自体がふんわりとこう柔らかくてみずみずしいんですよね。さらりと柔らかくて、だからといって軽い感じでもなくて、中心にはちゃんと麦感がありつつ、そこに上がってくるこの綺麗なフルーツ感っていうのが絶妙でした。バーで飲んでみて、これもね、惚れてすぐネットで探してポチっちゃったという、そんな一本でございました。さて、続いてはスモーキー系から紹介していきましょう。こちらでございます、シングルモルトスコッチウイスキーカリラからシグナトリーヴィンテージで出ておりまして、こちら選定者は信濃屋さんと京都ファインワイン&スピリッツさんのボトルでございます。年数はね、14年熟成のカリラ、もうこれはね素晴らしかったです。一言で言うならフレッシュでジューシー、綺麗なカリラって感じでしたね。続いてはアイラモルトでも最大の生産量を誇るカリラ蒸留所でございます。その中でも私が好きなタイプとしては、こういうフレッシュでジューシーなカリラが好きなんですよね。ドライでシャープなこのスモーキーさしっかりめのカリラというよりは、柔らかくてちょっとミネラル感が綺麗に乗っていて、黄色い柑橘系のフルーティーさが輝いていたカリラでございました。なんというかこの塩気とスモーキーさが前面に強い感じじゃなくて、その中にね、煙のこの層を越えていくとジュワッと溢れ出すような、そういうこのフルーティーさがあるので、これは素晴らしかったです。正直好きな蒸留所で値段も納得できれば、もうノールックでポチっちゃっていいぐらいなんじゃないかなと、それぐらいね、今後も注目していただきたいウイスキーたちでございます。さて、続いて23本目がこちらでございます。来ました、最近出たばかりのリリースでございます。先日 YouTube ライブで開封しましたアードナムルッカン3リバーツさんの20周年記念ボトルのシェリーカスクでございます。もうね、色が美しいですよね。こちらに関してはオロロソのシェリーカスクとペドロヒメネスのシェリーカスクで熟成されたものとなっております。
もうこのスリーリバーズさんのアドナムルク感は去年飲んで YouTube ライブで本当にね心つかまれちゃいましたね。こちらに関してはインポートボトラー事業も手掛けている日本を代表するボトラースリーリバーズさんの20周年記念で登場した一本です。普段はアードナムルク感ってこういうね黄金色系の明るめのタイプが多くて、アメリカンオークが主体となったようなこういう綺麗な系統の明るい色味が多くて、塩気とかスモーキーさが絡んだボトルが多い印象ですけれども、このアードナムルク感はもうドシェリータイプでございます。色からね見比べていただくともうすごく濃厚ですよね。香りからはウッディでしっかりとしたシェリーダルの香りに、黒胡椒をちょっとすりつぶしたような細かいスモーキーさが立ち上がってきます。トップの香りは意外とソフトかなと思ってたんですけど、飲んでみると特にこの度数の高さから来るアタックとともにバランスがいいんですよね。香り以上に飲むとしっかりスモーキーフレーバーがあって、燻煙がゆるりと口の中全体に広がるように、旨味とシェリーダルとスモーキーのバランスが良くて、全体的にすごくおおらかでね、でも味わいが整ったアドナムルク感だなって思いました。さて続いて24本目はこちらでございます。いやもうちょっと減りすぎですよね。今度も信濃屋さんとバーバーンズさんの共同でリリースされたこちらボーモアでございます。もうね美しいですよね。このセイレーンが描かれているセイレーンボーモア、これに関しては本当ね去年飲んだボーモアの中でもトップクラスで好きでした。こちらに関してはねちょっとお値段もお値段でまさかこの金額のボトルを買うことになるとはという年初の衝撃だったんですけれども、いやー出会いと偶然は恐ろしいということで、気づいたらバッグに入ってね決済完了してたんですよね。多分これに関しては完全エラーだと思います。このボーモアに関してはバーボンダルで熟成されたっていうタイプのボーモアでして、21年という熟成期間で洗練された香味が素晴らしかったです。やっぱりアイラ島のウイスキーだとラフロイグとボーモアに関しては20年とか30年近くになってくると明らかにキャラクターが変わったフルーティーさが見えてきて、本当にね20年以上のウイスキー飲んでいただくのを一度お勧めいたします。ラフロイグとボーモアのイメージが結構変わるんじゃないかなって思いますね。最初は穏やかなピートスモークと結構塩気のある香り立ちがありますし、そして徐々に香りが開いてきてヒューガナツとかグレープフルーツとかちょっとビターさを伴うようなひんやりとした柑橘系の香りがあります。この湿ったようなしっとりフルーティーさと塩気が綺麗にねこの水面のように揺らいでるんですよ。これが素晴らしいです。さて続いてもう25本目って狂ってるんですけれども、こちらでございます。シングルモルトスコッチウイスキーグレンロッシーからこのブロッサムズシリーズの92ヴィンテージ26年でございます。私はこの92年ヴィンテージのグレンロッシー結構いいもの多いなって印象がありまして、ぜひね一度92ヴィンテージのグレンロッシー見かけたら飲んでいただくことをお勧めいたします。こちらに関してはもう美しきフルーティーさと長期熟成による円熟したフルーティーさが素晴らしい一本でしたね。個人的にも大好きな蒸留所が数々あるんですけれども、例えばオルトモアとかオスロスク、マノックモア、アラン、グレンバーギーだったりとかグレンマレーとかいろんな大好きな蒸留所がある中で、このグレンロッシーも大好きな蒸留所の一つです。グレンロッシーはこのハウススタイル的に熟成を重ねた時に結構綺麗な青肉メロンっぽいようなフルーティーさが見えてきて、とってもね癒し系のウイスキーに化けるんです。こちらの一本は一言で言うなら白いお花と青肉メロン系のジューシーさが全開の一本です。フルーティーでフローラル、癒されるこの可憐で華やかな個性が素晴らしいですね。もうラベルのイメージ、白いお花と華やかさ全開、そして青肉メロン系のフルーティーがゆったり揺らいでいくような素晴らしいボトルでした。さて続いて26本目がこちらでございます。これはねもう超バランサー優等生な一本でしたね。シングルモルトスコッチウイスキーダフタウン、このアーカイブスシリーズから信濃屋さんが選定したボトルでございます。これはね値段とこの味わいのこのバランスがすごく良くて、このリリースでこのお値段で出してくれるんだっていう感動の一本でしたね。続いては信濃屋さんが昨年リリースしたダフタウン蒸留所の一本でございます。ダフタウンってオフィシャルボトルだとちょっと青リンゴ系のキャラクターとかクリームっぽさとか余韻にかけてのナッティーさが目立つものも多くて、結構ねまったりとしたボリューム感があるんですけれども、これはね本当に綺麗でバランスが整った一本でしたね。なんというか全体的に香りはちょっとひんやりめ、冷えた蜂蜜とか綺麗にまとまった麦芽の香りとか凛とした甘みがあって、その奥の方から青いウリ系のフルーティーさが揺らぎながら、なんだかね常に飲み疲れない美味しさがある一本だと思ってます。ダフタウンってややちょっと中庸的で尖った個性がそこまで目立つことはないかもしれないんですけれども、だからこそこちらのボトルは素直に熟成を重ねた時のその麦由来のうまさと綺麗な蜂蜜感、青いウリ系のフルーティーさが絶妙な一本でしたね。さて続いて27本目はこちらでございます。来ました、95ヴィンテージのグレンバーギー、ヤバーギーでございます。こちらシグナトリー社から出ているシングルモルトウイスキーのグレンバーギー、95年ヴィンテージの27年熟成 49.5% という
本当に、ね、絶妙なアルコール度数なんですよね。これはもう 49.5% まで下がってくれば、グラスに注いだ瞬間、封切りからもうね、フルーティーな香りが立ってて美味しかったです。しかもこれがね、まだまだこれから香り開きそうだなっていう伸びしろを感じた一本でしたね。正直1995のヴィンテージのグレンバーギーって今すごくね話題にもなっていて、私も毎度毎度強くお勧めしているんですけれども、これは本当にその95ヴィンテージのグレンバーギーの美味しさがちょうどよくまとまった一本なんじゃないかなと思います。最近ではこの95年のグレンバーギーって当たり年なんていうふうにも言われていて、最低でも3万以上かかっちゃうみたいな結構手に入れにくいボトルでもあったんです。ただこれね、とある M 川蒸留酒販売さんで過去に20本以上在庫が急に現れてですね、もうちょっと売り切れちゃってるんですけど、3万円を切るお値段で出てました。もうまさか嘘でしょと思って光の速さでポチってたんですけど、気づいたら1週間くらいで全部売り切れてましたね。この1本に関してはもう黄色いフルーツ感が綺麗に詰まっていて、長期熟成のグレンバーギーのトップは黄色いフルーツ系の華やかさがあって、余韻にかけてはちょっとグリーンフルーツ系のしっとり落ち着いた感じっていう、その美味しさが体現されてました。これはもう素直にいいウイスキーだなって浸れる一本だと思いますし、ここからまたもうちょっとね様子見ていったら味わいもガラッと変わるんじゃないかなと予想しております。さて続いて28本目がこちらでございます。またまた来たかということで、1995年ヴィンテージのグレンバーギー27年、またまた出たヤバーギーということで、こちらを取り上げていきましょう。こちらのねデザインかっこいいですよね。池尻大橋にあってインポートやボトラー事業も手掛けているラダーさんで出している PB でございます。これは美味しかった。もう素直に美味しい。こちらですね、一つ前のグレンバーギーと同じく6000番台の樽番なんですけれども、結構ね系統は違うなって思いましたね。一つ前のボトルと比べますと、しっとりとした紫系の果物とかお花っぽさとか黄色いフルーティーさが交互にこう現れるような、そして飲んでみるとこのバニラクリームのような質感、しっとりとした印象が素晴らしいエレガントなグレンバーギーでしたね。こちらね、最初開けたての印象ですと、長熟コニャックのような紫系のフルーティーさとか果実感がありながら、時間が経ってくるとだんだんこのバニラクリームみたいな甘さが立ち上がってきて、全体的にしっとりとした質感の本当エレガントなグレンバーギーでしたね。こちらのシグナトリーがフルーティーさに感動するボトルだとすれば、こちらのラダーさんのボトルは時間経過の変化と美しさが際立つグレンバーギーでございました。本当にね、グレンバーギーの95ヴィンテージって素晴らしいものが多くて、それこそトンプソンブラザーズのボトルであったりとか、他にもですね、こちらの名古屋の名店バーバーンズさん向けにセレクトされたこのグレンバーギー95ヴィンテージ、これもね素晴らしかったですし、もう圧倒的なバランスと完成度で言うんでしたら、こちらの京都ファインワイン&スピリッツさんのグレンバーギー95ヴィンテージも本当に美味しかったです。もうこのね4本の95バーギーはどれも美味しいので、それぞれね、あ、95バーギーって言ってもこんなにキャラクター違うんだなっていうのを試してみてほしいです。さて続いては先日シェリーカスクおすすめウイスキー30選でも取り上げていったボトルでございます。この動画もねかなりおすすめなんで、よかったら概要欄コメント欄からチェックしてみてください。それがこちらでございます。いやー、もうこれはね何度紹介しても足りないくらいめちゃくちゃ美味しいアランでございました。シングルモルトスコッチウイスキーアランで、こちら京都ファインワイン&スピリッツさんと杯酒販さんが出した PB でございます。正直2023年のベストウイスキー取り上げて、なんかあげてって言われたら真っ先に最終候補には躍り出る、もうシード権獲得の一本ですね。正直アランのウイスキーの中でも昨年のベストパフォーマンスオブザイヤーを与えたいくらい素晴らしい一本でございました。なんといってもその曇りのない透明感や熟成感、ココナッツや桃を回せる本当に雑味のない綺麗なフルーティーさがありました。アップルパイとか桃のタルトとか、なんていうか全体的におおらかに伸びていくフルーティーさがあって最強でしたね。飲むとまさにトロピカルといった要素も感じる美味しさがございました。余韻は割とミルキーで、ちょっと杏仁とかアーモンドクリームみたいなナッティーさもありますし、蜜ろう合わせたような余韻というところも絶妙です。正直ね、これはもう言葉いらないかなって思いましたね。ただただ目の前に注がれた琥珀の液体に目を向けて、心をね向けて、心臓を捧げて、そして心を燃やして揺らいでいくこのフルーティーな香りを楽しみたい、そんな一本でございます。さてそれでは2023年買ってよかったウイスキー最後の30本目ということで、レディース・エンド・ジェントルメン、こちら、いやーこれは素晴らしかった。もうめちゃめちゃ減ってますからね。シングルモルトスコッチウイスキーグレントファースの96ヴィンテージ25年熟成、こちらディスティラリーコレクションの1本でございます。もうデザインもいいですよね。これは本当ね、正直優勝格の1本でした。こちら2023始まってすぐのね年始ぐらいでバーで飲んで出会ってしまってですね、うわこれ絶対欲しいと思ってすぐ買ってしまった魅惑のグレントファースでございます。もう美しいんですよね。蜜の詰まったフルーティーさと、何よりトップの香りはかなりマスカット&ハニー感が強いです。マスカット感すごいですね。これはちょっと感動のレベルがやばかったです。
皆さんもテイスティングノートにこういう表現があったら思わず買っちゃうみたいなものってあるんじゃないですかね。私の場合はバナナとかココナッツとかマスカットとか書いてあったらどうしても欲しくなっちゃうんですけど、皆さんもね、同じようにこのテイスティングコメント見たら買っちゃうってなったらコメント欄に書いてってください。もう正直このマスカット感と蜂蜜感は素晴らしかったですね。本当にね、これ素晴らしい一本なので、見かけたらぜひ飲んでみてほしい筆頭ボトルですね。私の中ではリンクウッドとかね、クライヌリッシュだったりとかスプリングバンクとか、もう本当にそういう大人気蒸留所いろいろありますけれども、グレントファースって結構実は狙い目なボトルが多くて、たまにすっごく美味しいリリースが出たりするので、スペースサイド系の中では割と繊細で綺麗なフルーティータイプが好きっていう方はチェックしていくといいブランドだと思います。さて、いかがでしたでしょうか。今回はこちらの珠玉の11本、昨年買ってよかったウイスキー紹介してまいりました。これからもまたまたいろんなウイスキー、魅力的なウイスキー紹介していきたいと思いますので、参考になりましたらグッドボタン、それからチャンネル登録で応援どうぞよろしくお願いいたします。それではせっかくなんで最後に1杯いただいちゃいますか。皆さんもグラス準備いただいて乾杯していきましょう。さて、それでは準備完了いたしました。もう注いだ瞬間からふわっとね、もううっとりするような華やかな香りが立ち上がってきて、期待値がアルティメット高まっております。それではこちら、ディスティラリーコレクションのグレントファース25年でいただいていきましょう。今日も一日お疲れ様です。今年もよろしくお願いします。乾杯。いやー、もう綺麗ですよね、色がね。はもうね、なんかにんまりしちゃいますね。にんまり美味しいです、ほんと。もうたまらんですね、本当に。なんかお花のような香り立ちと、マスカットのような香りに、ちょっと蜂蜜を垂らしたような、ほんと綺麗な香りなんですよね。ほんのりとホワイトチョコレートのような香りとか、もうなんか繊細で綺麗ですね。もう味わいの柔らかさが香りからも想像つきます。いただきます。おいしい。余韻にかけてね、ほんのりちょっとスパイシーさとビターさがあるのがいいんですよね。ただただこう甘くて綺麗な感じでそのまま終わっちゃうみたいなシンプルな感じではなくて、中盤から余韻にかけてほんのりこう舌に沈むようなね、細かいビターさとほのかなこのスパイシーさが絶妙ですね。なんかグレントファースってこういう舌をちょっと刺激するような細かいスパイシー感と、ちょっとした酸味の効いたベリー感みたいなのがあって、これがね、私すごくチャーミングでいいなと思うんですけど、これが熟成によってもっとおおらかに柔らかく広がっていきますね。これは美味しい。ちょっと撮影終わってからもじっくりこちら飲んでいきたいと思います。最高。いやー、ウイスキーってやっぱり幸せですよね。いろんな情報だったりとか数字とかいろいろある中でも、こういう一杯のね、グラスの目の前にある琥珀色のウイスキーを目を向けてですね、心を向けて、もしくは誰かと大切な方と一緒にね、語り合いながらウイスキーを飲む時間って本当に変えがたいものだなと思いますし、やっぱり至上の時間ですよね。これからも家飲みやウイスキーやハイボールだったりとか、お酒自体を楽しむ時間だったりとかがさらに豊かに楽しんでいただけるような、そんな動画をお届けしていきたいと思いますので、これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。